先日大阪府と大阪市が誘致を目指す IR に関する公聴会に行ってきました。11人の公述人が口頭や文書で意見を述べましたが、それに対する回答とか説明も一切なしです。大阪府と市とすれば、府民の意見を聞きましたよというアリバイ証明の場でしかない。こんな不誠実なことはありません。11人の口述人の中で70代の女性がギャンブル依存症についてお話をされました。身内にギャンブル依存症に苦しんだ人がいると。親にお金を無心し、兄弟たちにもお金を貸してくれと言ってきた。ついには借金の肩代わりまでさせられたとおっしゃってました。その女性は当時のことを思い出して、本当につらかったですとおっしゃった。カジノは賭博です。賭博には依存症がつきものです。カジノに通った100人のうち1人か2人は必ずギャンブル依存症になります。ギャンブルは人の心、家族、仕事までも奪ってしまうと、その女性はおっしゃってました。そんな人を不幸にするカジノを公費を使って誘致すべきではありません。松井市長は夢島にカジノを作るときは税金を使わないと言いました。その下の根も乾かぬうちに汚染土壌が出てきたから790億円を払いますと言い出しました。夢島はゴミの島です。掘ればいくらでもゴミは出てくる。汚染土壌の対策費はどんどん膨れ上がるでしょう。土の中からゴミが出てきたからといって8億円を値引きした森友問題と同じ構造です。いつしか汚染土壌の対策費が5000億円を超え、カジノ業者である MGM はタダで IR を建てるということにもなりかねません。しかも許せないのはカジノの事業期間です。まずは35年、継続を前提として30年の延長契約を結ぶことができます。一度カジノができると65年間もその実害を被るということです。こんな負の遺産を子や孫たちの代に渡すわけにはいきません。こんな大事なことを府議会とか市議会でその多数決で決めてしまおうということも許せません。この問題は住民投票で測るべきです。何としても止めましょう。そのためにはまず知ること、そして知ったら声を上げることです。最初は小さな声かもしれませんが、2人3人とつながっていけば、あの都構想を止めた時のように市民の底力でこの問題を止めることができると私は信じています。諦めず共に頑張りましょう。